アナかな。粘土が一つ。オッケー。さあさあこれで家ができるかな。ほい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 。さあ田植え。はあ家の素材揃ったよ。おお、ちょっと綺麗になったかな。できたー、新しい家だー。みんな頑張ったっちゃねー。わー嬉しいです。カッパたちもよくやってくれたな。あーカッパのゴレンジャーか。そんなことよりも給料よこすな。そうだね、5本分、あ5人分ってことか。あーこんなこともあろうかと、キュウリの備えも抜かりないわ。よし、皆の者、中に入るぞ。飯の支度じゃ。家できたね。ちょっと、何が変わったか見たいな。ん？あ、なんか。あと、ミルテが。おお、いきなりイベント。そういえば心はよ、都ではおぼろ月光子の新作が出ておるのか。ブフ、いえ存じませんが、おそらくはもう本は書かれないのではないでしょうか。そんなわしにとっては一番楽しみじゃったというのに。素晴らしい書物な都にはたくさんあるではありませんか。いつまでも未練がましく続く恋愛談など今時流行らないのではないですか。実写も安くないでしょうし。そうか、残念じゃ。わしは昔からおぼろ月光子には姫がなくての、この島には一冊持ってきておるのだぞ。それほどまでに長くなくてもよいから書き続けてほしいものじゃ。そうですわね、そうですわね。さくなさんのような熱心な読み手がいると分かれば、光子もいつかまた筆を取るかもしれませんね。そうじゃの、ならばこれも好きなものは好きと言い続けていくぞ。ありがとうございます。あーってことは心輪が書いてんのか。あー心の友が書いてた本ってことね。あ、タウネもなんか光ってるね。ちょっと話しかけてみよっか。なんだろうね。さあこの峠もすっかり立ち直りましたな。一時はどうなることかと哀愁の極みにござりましたが。そうじゃな、しかしあの山がお気にかかりまするか。まさに目の上のコブじゃ。再びあれが火を吹いたらと思うと、ハエのほどなアンズリーには及びませんぞ。次は全ての他を、覆えるほどのむしろを備えてあります。転んでもただで起きるということか。あ、わらとかあれかね。他には、何かできることはないかの。さようでござりまするな。さくな様、ケーキ好き、祭りなど、祭りか、祭りと申したか、はい、暗い気持ちを吹き飛ばすには祭りが一番にござりまする。考えてみれば我らが北条の神であるさくな様をこれまで一度も祀っておりませんでしたからな。峠も蘇った今、ここは一つ。話は聞かせてもらいましたわ。面白そうなことをお考えではありませんか。この心はもお力添えいたします。もうこれは千人力。この際、都から他の神も呼び盛大に催しましょう。おう、
あのアマホフを作っている神を祀るとなればきっと多くの神が力を貸してくれますわ。ちょっと待って、神が他の神を祀るなど。いや、この火付け様には毎年しておったか。では別に良いのか。ええ、謝意を表すには神も人もありませんわ。パクナー様はただ楽しめば良いのです。オープニングの時の傲慢な感じかな。採用採用。それではさあ、さくな様の月祭いただければすぐにでも祭りの備えを始めまする。祭りを始めると戻れなくなります。十分に準備した上でセーブデータを分けてから始めることをお勧めします。ということはとうとうラストかな。いやー、やっとクリアできるかもしれないね。なんか作るかや。道具もなんか作れたっけ。神様、何か作りすかや。尻尾。波月。月ね。月はなんかそのうち作ってた方が良さそうな気はするね。どうかな。まあ、ボス各27でしょ。ん？雨鏡。敵の攻撃を受け止め両手武器で大きく弾き返す技。長く防御し体勢を取ることもできる。そんな技を覚えてたのか。いつの間にか。魂打ち。自らに当たり技。闇の遊戯の始まりでした。あれ、知らないうちに増えてる。よし、じゃあ祭りやりますか。家屋はすべて建て直し、野良仕事の道具も実に充実してまいりました。そうじゃな、母上の家を失ったのも惜しいが、こうして新しいものに囲まれるのも存外悪くはない。西洋でございますな。お若きお姫様とって、古きを変えていくのも大切なお役目なのでございましょう。ぐわーって。いつもどうっていうか久しぶり見たな。どうした、聞いてもくれたか。いえ、その申し訳ございません。急に胸の内に込み上げるものが。今の内情ったのか。やっぱ独特だな。心底踊れたぞ。よし、立て直しはここまでじゃ。これからはもっと先に行くぞ。他に何か欲しいものやりたいことはないか。欲しいものでござりまする。いやはや、それがしはもう十分に満たされておりますゆえ、無欲な男じゃの。何か今熊の方向のようなものが聞こえませんでした。ああ、大事ないから気にせんでよいぞ。それよりな。そうですか。なるほど、それでは、水車小屋などいかがですか。水車小屋、原理は難しくありませんし、今の皆さん技量であれば作れるでしょう。水車か、それはまた道具が一段と楽しくなりそうじゃの。ところで水車とはそもそも何をするものなのじゃ。おい、やめろ、哀れむような目でこの目をわしを見る、目を見るのではないと。水車とは水が流れる力を歯車で伝え、さまざまなことを用意る施設ですわと。まあ、さっぱりわからんと。要するに水の力で、寝ながらにして精米や粉引きが終わってしまう仕掛けにござります。まあ、便利よね。うどん屋さんとかもよくあるよね、この水車はね。はい、寝ながらにしてございます。作ろう、絶対作ろう、心配よ。何がいるのじゃ。そうですよね。お主、お姫様を乗せるのが甘くなったな。いやいや、それは違いますぞ、ジジイ殿か。ジジイ殿、さくな様ご自身が変わられたのです。あれ、まあ揃ってるからいいけど。さあ、歯車を入れるぞ、せーの。
おお、あ、ここにできるんだ。さあ、さくな様、この水車で何をなさいまするか。麦を引いてうどんを食べよう。やっぱうどんか。調べ。そうやね、お味噌りの時は大活躍だね。じゃあ田植えも見放しかけて、祭りを始めよう。はい、おー、浮いてる。顎長いや、特徴的すぎるやろ、あの神様。この寒々しい氷が、なんとも賑やかになるもんじゃ。頂上から麓周辺まで、都からいろんなお店が来ていますわ。この日のために兵も借り、簡単な宿まで建てたのですよ。なんだろ、気回し。さすがは心は、我が親友。5歳だったか、神様。あいよ。あ、欲しいもの何か手伝うか。神様は祀られる側だから、今日だけは貸し出らダメだでば。そうは言っても、なんだか気持ちこそとでも。変わりましたわね、さくらさん。退屈嫌いは昔からではないか。ゆい、ちょっと来てくれ。はーい。日が落ちるまでには家の前に来らい。それまではゆっくり楽しんでていっちゃ。ふいひー、見る手のごっつおもあっからって。さあ祭り。あ、いつぞやの。あ、話しかけれないんだ。いいね。で、アップデーでなんか祭りの内容変わったらしいね。ちょっとね、まあ、そのアップデー前が分かんないから何とも言えないんだけど。おお、ガマダヌキ。やっぱ特徴的だよなあ。うさぎね、うさぎの神様もいると。でも特に何か変えるってわけでもないのか。都の神々か。光線的なものどもしかいないと思っていたが、そうではないようだな。まあ兵ばっかりだとね。お、俺たちも神様になるって心羽様が語ってた件と、都の神様って変な人ばっかりだね。ああ、言いほどではないと思うんだけど。神様ってのは物見てえな、物いるんだな。こいつら素材にできねえか。素材にしたら大変なことになるか。あの、いいね。似たものが並んでる。さすが心羽様、新しい飾り付けでございまする。このような、華美な装飾は麓の世では見られません。これは無理だろうね。私はお祭りが大好きです。旅の中でもいろんな国のお祭りを見ましたよ。この峠がこれほど賑やかになるとは、たけりび様と豊花様がご覧になったら何とおっしゃいますか。ああ、もうさすがに触れないか。うん、戻ろう。
噴火。お姫様。から さあ、深淵の大樹海入り口と土や石ではないぞ。この上もしや、前の下にもソーセージの枝があったのか。地の底にこのような大ぶりな枝がある。鎖口でこそいるものが三柱の都のものにも並びます。すなわちこれこそが鬼どもを生む負の木の大元。大水爪がこれの力を知っておりました。今やその陣もカムヒツキ様にも届きうるやもしれません。カムヒツキ様歴代にわたりこの島を欲しがるわけじゃ。まあ大きなるわしにとっては雑な話に過ぎぬがな。めっちゃむしゃぶりしてるしね。熱心が異様な速さで震えておられますが一瞬バグったかと思って。さあ、大水地倒し行きますか。どんな感じかな。
ほう、左右に分かれて、とりあえず降りていく感じかな。お、宝に隠れてたな今。電光石火からの攻撃は強いね。さて、入れるだけか。いやーマップ表記欲しいな。結果何が取れるんだろうね、最初ね。さらに出てきた。まだいるね。何が取れるかちょっと知りたいな。いけるかな。
妖精獣の歯。へえ。なんかレアそうなやつ出たね。無視して。へえ。お、深部ついたね。こんなところに結界じゃん。上がり火による結界じゃ。これは紛れもなく。この土はが。昨日今日作られたものではありません。随分時が経っているようですじゃ。そのわけは考えるまでもございませぬな。豊花様のご出席は大水めの仕業とお考えになり、この地に戦いに赴かれたのでございましょう。幼いわしは何もつけることなく。おそらくここが体を休められる最後の機会。この結界を使わせていただきましょう。そうか、この先ボスか。どんな感じで。ああ、熟練度15でマックスか。じゃあ、決戦いきますか。ここはいけるね。痛い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 なぁ、マジで。いやぁ、やっぱ強えな。無視していける。一応いけるのか。いける感じじゃない。倒してから進む感じか。いた。ああ、じゃあ倒して進む感じか。さあ、しっかり回復して。こういうことは一応できるんだね。
いつやっぱ回復役か。結構辛いな。ちょっと装備変えるか。はーい、ゆずいらっしゃい。思わず笑ってしまった。オーダーは上げて、よし、タイミング変わらず。やばいやばいやばい、どこを見ておれ。ほっ、よし。はあ、削れるな、やっぱ。さてさて、はいはい、ふう、痛い、それはいかんわ。わけじゃないですか。あぶなー。うわ、いたいや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 、今のは危ないわ。ミリだったね。いや、危ない危ない危ない。てか降りた瞬間殴られるのだけはやめてほしい。んじゃあ行きますか。